What's good, YouTube? This is Very Mellow Man, and welcome back to my Let's Play of Yakuza 5 Remastered. So, last episode, we concluded the part involving both Haruka and Shun Akiyama. Turns out Pac wanted Haruka to perform at the Tokyo Dome no matter what, and Shun Akiyama decided to inherit that dream after Park's apparent suicide. Also, Park turns out to be the ex-wife of Goro Majima. That's still the most wild thing in the world. So what exactly those two actually have to do with each other? And why? We don't know. However, Haruka completed the final round of the Princess League and is on her way to the Tokyo Dome. While Shun is also on his way to Kamurocho thanks to Detective Shinozaka. So, let's just meet our new protagonist for a moment. Kyukayura 2 out. Wyverns の代打は品田達夫です。東京都出身の22歳。4年間のファーム生活を経て今日一軍登録されたばかりのバッターです。この局面で守備の要ともいえる酒井選手に代わって初打席品田。いや、藤田監督随分思い切った采配ですね。そうですね。酒井選手に何かねアクシデントでもあったのか、もしくはこう延長を、ね、見越しての策なのか。なるほど。まあどちらにしても何か別の意図があっての代打と考えるのが自然でしょう。さあ、ここまでワイバーンズ打線を抑えているギガン澤田投手にとっては長打を警戒さえしておけばいいわけですから、ここで一安心というところでしょうか。さあ、1球目を投げた。左へ切れた。ファウル。澤田投手としてはここは長打は避けたいところですからね。はい。それに今日のカーブ、キレいいですよ。自信があるんでしょう。さあ、澤田、2球目、どういった球を投げるんでしょう。2球目を振りかぶって、投げた。またカーブ。うまくカットしましたね。ファウル、ファウル、ファウル。6球目もカットしました、品田。カウントはツーナッシングのままです。What's up with this guy? 全て積極的に振りに行ってますよね。はい。なんとか澤田投手のカーブにね食らいついていこうという姿勢が見えますね。Okay. そうですね。ここまで全てカーブ、okay. 一発を狙うバッターの指示を読む見事な配球と言っていいんでしょうか。まあでも品田選手も徐々にタイミングが合ってきましたよ。完全にカーブ狙いですね。7球目。打った。大きい大きい。伸びる伸びる。入った。ホームラン。行きましたね。いや、大きいホームラン。 Yeah, I'm pretty pissed too, buddy. 今日一軍に上がったばかりの品田プロ初打席初ホームラン。しかもサヨナラですよ。カーブ連投の後のストレートですよ。普通のバッターだと差し込まれるんですけどね、よく打てましたね。ワイバーンズの新たなヒーローが今夜誕生しました。ワイバーンズ品田、品田達夫。 So, Shinada was a baseball legend. What's his deal though? Oh jeez. Yeah. Oh, I know I'm not exactly good at keeping house, but dude, I could do a way better job than that. Don't be a pack rat. Shinada! This time I'll definitely pay for the agreement! Hey, Kura! Open it quickly! Kura! あ、聞こえたぞ。もうちょっと待ってよ、宇野さん。あ、やっぱいるんじゃねえか。ドア開けろ、こら。そんなに怒んなくても、俺と宇野さんの仲じゃん。俺とお前の仲だ。
俺はお前との腐れ縁を何とか切りたくて仕方ねえんだよ。返せよ俺のサンマ。俺は宇野さんとの縁を切りたくないの。なんだよ、どういう意味だよ。金の切れ目が縁の切れ目って言うでしょ。完全返済なんて俺まだしたくないの。そうやってなんだかんだ言ってビタ一文返さねえつもりなんだろうが、今日という今日は絶対返してもらうからな。おい開けろ、こら開けろってば。おたくも切り取り、時間かかるなら打ち合出直そうか。いやそんな。なあ、どうしたの。じゃあ俺も手伝おうか。大丈夫です、もう帰るんで。品田、出た方がいいぜ。本業さんだよ。おい品田。Oh no, a real loan shark. That's gonna be a problem. Takasugi-san! Yeah, さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや、困るな大家さんったら。今日振り込もうと思ってたのに。さっきの彼からも借りてんの。ダメじゃない、敵同士でお金の貸し借りしちゃ友達なくすよ。そうっすよね、さすが高杉さん、いいことおっしゃる。でも、もっとダメなのはよ、本業から借りて返さねえことだよな。しなだ、今日が何の日か忘れたんじゃねえだろうな。覚えてます、覚えてますよ、利息の返済に。だよな。うちの下の子の財布だってもっと入ってるぜ。翔さんだけで。こりゃ恥ずかしい。ひなだ、風俗ライターなんて食えねえ仕事してねえでよ。俺がもっと割のいい仕事面倒見てやるよ。まさか今更マグロ漁船なんて王道じゃないっすよね。以前借金の方に小さな板金屋の権利を抑えたんだが、社員不足で。板金屋、そんなに稼げるんですか。おう、金属の板をプレス機の上に乗せるだけの単純なお仕事なんだけどよ。おうおう、まずはそこの正社員になる。で、仕事はすごく簡単さ。金属と一緒に自分の夢をプレスして落とすんだよ。おうおう、え、社員になれば労災適用されて指1本だいたい30万くらい保険金が下りるからよ。お前の場合だと1本、2本、3本まあ、完済しても鼻くそくらいほじれるだろう。いや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 、紹介はありがたいんですが、ほら今日の夕方は取材一件入ってるんで、ちゃっちゃと原稿書いてギャラもらって、そしたら高杉さんとこに直行しようと思ってたんですよ。ほう、関心じゃねえか。でしょ、さすがに利息も返せないんじゃやばいことぐらい俺も分かってますよ。だったらよ、なんでこんな時間まで寝てんのよ。品田、あんまり玄人の金貸しなめてると出すとこ出すからな。出すってどちらに。俺はその気になりゃ名古屋組にケツ持ってもらうことだってできんだぞ。やだな高杉さん、ご冗談を。冗談で済ませてほしけりゃさっさと仕事してこい。Fall from grace indeed.
So, Tatsuo Shinada starts at level 1, but unlike every other character in the game, he has a paltry 217 yen. 217 yen. That man has less than $2 to his name starting out. No wonder he owes someone money. But what's interesting about him is that Tetsuo starts with the highest levels of weapons mastery out of every other playable character. Like, seriously, Kiryu and Saijun, for example, barely start with any weapon skills above level 2, let alone 3. But this guy's got multiple levels in one-hand aid, two-hand aid, knives, and katanas. There's a story to that. And it's because we know he's a baseball player. So, from what I've read up about Tatsuo's moveset, is that even when he's fully upgraded, his actual moveset, in terms of combo potential, is really low. Apparently almost non-existent. So that's why, instead, he's become a weapon-focused character. Also, we're in Kinecho, the fifth and final city, because we know for a fact we're going to be going to Kamurocho in the finale. But yeah. So, we're actually going to be doing something about his moveset. Or at least what he's going to be able to be accomplishing. And really, getting this guy, that cutscene, those sets of opening cutscenes right there, never before have we seen the perfect encapsulation of a character, a Yakuza, in just those cutscenes. Like, oh, can't go in yet. Okay. Like, the guy goes from rising legend to broke, living in a crappy apartment on the roof, and owing two land sharks money. What? Like, damn. What is your story? What happened to you? I mean, you're clearly as old as Kiryu and Saijun at this point, so it can't just be nothing. But what exactly made you this downtrodden? Hello, YOASOBI Magazine desu. Irasshai. なあにえ、たっちゃん。取材の時間過ぎて待っとるがね。いやいや、店長いつもごめんなさいね。もうあっちこっちの店からさ、うちを特集してくれたの、新人が入っただの、取材依頼殺到でさ。でも安心して、次の関東グラビアはミルクちゃんって俺決めてるから。俺がよ、ミルク、今日からしばらく店休むと。え？今日来てないの？なんで？知らんがね。店長でしょ？店の子のプライベートに首突っ込んどったら身が持たへんがね。女も40超えると色々あるんじゃねえのか？更年期障害とかよ。まずいよそれ。夜中に入稿しないと印刷間に合わないんだよ。まあ、たっちゃんプライベートでもよ、
ミルクの常連だでさ。今さら体験取材しせんでも適当に書けるがね。ダメだよ、絶対ダメ。今日は何が何でもミルクちゃんに来てもらわないと。一応きっちり体験してから書かないと臨場感出ないからさ。プレー代経費で落とせるからって公私混同しんといて。こないだもミルクの特集組んだだろ。でも俺が言うのもなんだけど、あんな写真載っけてまって問題に合うわけ？まあそれなんだけどね、この間のミルクちゃん特集、編集部に大量のクレームが来ちゃってさ。そうや、そうだわ。若い頃の写真なんて使うから。 What kind of magazine do you work for, Shinada? 今と色が違うしな。どうしてもミルクちゃんがこの写真使ってくれって言うからさ。 I don't think that even with all the questionable journalistic integrity in the world, you should have actually accepted such a deal. 相当前だろうね。あ、というわけで俺も編集長にこっくり絞られて。 Honestly, you really should have if you decide to do that over printing the truth. 現在の写真を撮って掲載しないとクビだって言われてんの。それに今日原稿料もらわないと俺の指がほとんどなくなってミルクちゃんの太もも触れなくなるんだよ。わかったわかった、声出すなよ。つないだるで自分で説得しや。もしもし、ミルクちゃん。あ、たっちゃん、ごめんね。どうしちゃったのさ。You know, I just realized that Shinada looks like a very Japanese Javier from, Javier's from Walking Dead. He's also a washed up baseball player. But Javier is washed up because he got caught with his gambling addiction pants down. So, no, I'm serious. Shinada just looks like a Japanese Javier. That's weird. Like, if Javi shaved, or if Javi could shave in the zombie apocalypse, he and Shinada would be very identical, even more so than they already are. Just wait.弟さんが無事解放されたら安心ってことだよね。今日取材受けてくれるってことだよね。でもどうしたら。久保田警備って言ったよね。俺が何とかしてみる。とりあえずミルクちゃんはいつもの出勤の準備して待ってて。店長、久保田警備ってどこにあるか知ってる？確か一応通りにあるはずだけど。何、たっちゃん行く気か。こっちも首と指がかかってるんでね。Let's see, if you stayed in bed, you wouldn't have the opportunity to turn your fortunes around. Because you're gonna have, you're gonna beA wealthy man by the end of this game, Shinada. I will. That is a promise. どうも、夜遊びマガジンです。何でしょうか。私、風俗ライターをしてるシナダというものでして。風俗リアター？こちらでミルクちゃんの弟さんが。Okay, so you do write for.太ももクラブのミルク Playboy magazine. 本名はあれ Japanese edition. Whatever. とにかくね、あなたたちが今監禁してる人を解放してください。 I'm not gonna judge you. You clearly have hard times, and I have nothing against people who write for the adult entertainment industry. It's an industry. It's a legitimate workplace. こっちはその鳥山さんが無事に家に帰れれば、それでいいの。迷惑をかけるつもりはない。鳥山さんに会わせてくれ。風俗リアーターさんよ。黙って言うこと聞いとかんと。 So let's show them how wrong they are. うお、怖。そのセリフ、実話系の雑誌で覚えたの？おちょくっとんのか。
俺ら全員とやり合おうってか。ええ度胸だがや。手加減いらんわ。一気にやったれ。Yeah, as you can see, his basic combo is really terrible. Even Kiryu's combo has more variety at the beginning of the game. Toriyama-san, ですね。Milk, いや、お姉さんから聞いてきました。姉ちゃんが。あんた、うちの社員のケツ拭きに来たんだって？えらい助かるわ。鳥山さんが警備中に美術品壊して責任問題になってるらしいですね。うん、あんたが代わりに払ってくれるんだろう、弁償金。そういうのって会社で保険かけてあって個人の責任までは問われないもんなんじゃないの。一回だったらな。こいつが今まで散々ヘマやってくれたおかげでうちはお上から散々忠告受け取るんだ。それなのにこいつはどえりゃことやってまったわ。保険やなんだで片付く問題じゃあるせん。弁償できなきゃこいつには闇金で借金付けになってもらうしかねえんだわ。その美術品ってのはこいつだ。あ、何これ。世界のホームラン王掛川浩二が世界記録を樹立した時のバットです。野球殿堂博物館に運ぶ途中に落としてまって。でどうすんだ、おめえが代わりに弁償してくれんのか。そんじょそこらの人間が金出して買えるような代物じゃねえぞ。弁償は無理だけど。おいおい、おめえは何勝手に。森山さん、これ大丈夫だわ。修復できるってことですか。違う違う、これ偽物。素人が出まかせ言っとったらいかん。 Dude, I used to be a legendary baseball player. I would know if a bat is broken. 竹川さんが使ってたバットって圧縮バットなんだよ。圧縮バット。1981年から使用禁止になった。 I've never heard of a compressed baseball bat either. But if they were banned, 当時なら圧縮バットのはずなんだ。よう分からん。 I would never have known about them at all either. 違う違う、圧縮バットってのは反発力を高めるために Oh, that's why they're banned. 樹脂加工を施してあるんだ。これしてないでしょ。 They're basically loaded weapons. よく見ると松屋にもついてねえじゃん。これ間違いなく偽物だわ。ただのサインバットなんじゃないの？ってことは、そうね。You got ripped off, 弁償金にいいとこ1万円ってとこじゃないの？てめえ、何もんだ。ほら吹いとんじゃねえわ。疑うんだったら鑑定出してみなよ。出すまでもないけど。何の騒ぎだおめえら。あんたが社長さんだったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね、あれ偽物だから、その鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない。何の話をしとるんだこちらさんは。おい大野。はい。
美術品の運搬いうのはどういうことだ。俺は聞いとらんぞ。違うんです、これは。おみゃ、また会社に来た仕事を個人で受け負って未然に稼ごうとしとったのか。ええ、これはその、おみやが勝手に何やろうかまわんがな。 Oh my god, that's disgusting. 俺の会社に泥塗ったらかんぞ。 Dude, he's never gonna be able to eat again. しかもよその方にまで迷惑かけてまって、もう一発あちらさんの分も刺したるわ。タイムタイムタイム。 I didn't think I'd see anyone do anything gross like that after Shimano.そんならしっかりは見れないか。 The razor blade. Jesus Christ. ございませんでした。 Jesus. もしもし、姉ちゃん。ああ、品田さんのおかげで助かったんだわ。ああ、ありがとう。姉ちゃんが今からパートに向かうそうです。パート？ああ、仕事ってことね。助かった、これで取材できる。品田さんは姉ちゃんの上司ですよね。姉ちゃんはどこのスーパーか教えてくれせんのですが、今度改めてお店までお礼に伺います。ああ、いやいや、それは結構、大丈夫だから。そうですか。でも本当にありがとうございました。今後とも姉を、いや、美恵子をよろしくお願いいたします。はい。Wow, did it really take us that long to get to the interview? Jeez.いいね、ミルクちゃん。今日は特にいいね。そうそう、いいよ。やだ、たっちゃん、恥ずかしいだね。こんなおばさんの写真なんて。やっぱり昔の写真を。ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真、苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。嘘。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ。 Seriously, you need to stop Japan and its weird stigma about 今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。 Women not being allowed to be over 40 in their prominent works. え？ありがとう。You look fine. お世辞じゃないからね。うん、弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。それより、What in the world is on your back? What are those circles? 外しておこうか。あれ、やだ。ごめんなさいね。そろそろ。体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。A Yakuza protagonist that's actually interested in sex.That's kind of wild. Ah, やべ、忘れてた。俺の三万。後にしてよ。急ぎで原稿入れないと宇野さんに返すお金ももらえなくなっちゃうんだから。
好きもねえくせによく言うぜ。そんなことないって。原稿料もらったら宇野さんとこ直行しようと思ってたんだからさ。どうせあの闇金にも同じこと言ってんだろ。図星だろ。逃げられないように仕事場まで同伴するぜ。マジで？おめえいつからあの闇金に借りてるんだ。闇金って高杉さんのとこから。あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸しだって噂だぜ。ヤバいって？名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな。そりゃお前こっちだもん。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど、名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃなっこも黙る組織って言われてんだ。そこと繋がってるようなやつから金なんか借りたらお前本気で殺されかねないぜ。あら、宇野さん俺のこと心配してくれてんの？そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すって。いつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライター、よく知ってんな。宇野さんほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え？あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て。あれ、ちょっと編集長、いつもより少なくないですか？たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょ。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事増えてんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん。回転寿司？ギャラもらったら俺んとこに直行するんじゃなかったのか？全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらってもレシーブも足りねえじゃねえか。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。書類読んだけどよ、こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132万7534円と、1.3 million yen. So, dude, I've fasted for 14 days total in my life. You can live a few days without food.
Okay. So, while on my way to the batting center... Oh. I guess I went the wrong way. While on my way to the batting center, I should explain that if any of you have noticed a change in the length of my earlier YouTube videos, it's because I decided to go full hog and simply edit the Christ out of them. That's because I feel like I'm at the point now where I can't really ignore the fact that you have to do that. I have to do that or just remember not to make these videos too long. Like, wait. Especially when I get to the point where the later in the story goes, I need to make sure to cut the videos off around the 45-minute mark when I get to later on in the story's chapters, because they are absurdly long when you get right down to it. They are absurdly long when you get down to it. There is no other way to explain. There is no other way I can. Right, there's no other way I can give off reasonably lengthed video content for you to watch if I don't do that much editing. Oh, right. Your girl isn't a slut. I get it. It's not my fault that she wanted to do the interview, buddy. Be kind to get over yourself. Shania is only good at weapon attacks. And skills with Luna abilities only getting up a hang of fighting with weapons. Alright. But hey, an infinite use weapon is sweet. So, we're gonna pick up infinite use weapons with Shinada. Okay. Now that I can live with.
Okay, so that's how it's gonna be. Interesting. That's way different from Yakuza 4. おばちゃん、当たったよ。まだあんたか。俺だって来たがねえよ。来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするで。東京ギガンツの沢田、あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったら一遍打ってみや。ナイスバッティング。アメリカン。Oh my god. 学生時代野球部だったのか。どんな人間にも。 You know, the reason I don't... Oh no. Now I realize why I don't like this guy. これだけは勘弁してくださいよ。 He looks like Kuze from Zero. お情けだと思った。 Only lamer. お前の行動なんて全部知ってんだよ。 Oh my god. Kuze's younger, thinner twin brother.All right. The cost for swing. All right. But I don't think it hits well. Okay. Easily hit. All right. That's fine.牛島さん、スケの生産がてら飲みに来や。ああ、それがもう早く金がないってか。しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。本当ありがとう牛島さん。待っとるで。寄り道したらいかんよ。待てって。ダーリいらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん。牛島さんの人情に涙が出そうっすよ、俺。何言っとるんだ。本当は付け払うまで水一杯飲ませたねえわ。だって、商品券でもええから回収しなかんわ。え？なんで知ってんすか？たけえ。俺は商店会長だって。あんたがホームラン打ったら、俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん。ほら、これ一杯5,000円。それが、その…なに？商品券すらもうあれせんのか。頼む牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。
お願いします。牛島さん、何か一品でいいですから。よー、そんなこと言うがね、品田、前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったつけがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でもなんとか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ押せるぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺をうろつくなんて。喪服着てるみたいだけど、何かあったのかな。見んといて。え、東条会と大海連合って知っとる？ああ、そしたらシナケツ reduced to the Yakuza。 でかいヤーさんの国でしょ。 Right. Alright. Had to happen eventually. You can't just stay on the sidelines forever. But who exactly is going to cause you to get involved in the big Tojo clan conspiracy? いや、ついてね。その遺体の引き取りやら、事故を起こした野郎をとっちめるとかで、両方の組織の人間がこの辺をうろついてるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだえお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が近衛で誰か探してるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったがね。どうしてくれるの。それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。 Oh no, I'm messing with Oh no. Yes, I am. Come on, sir. I know you want to beat my face in. Can we just hurry this up along? I got somewhere to be. あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。何言っとるんだおめえ。分かりやすい動揺しちゃって、最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。わけわからんこと言っとると憂さ晴らしてなくマジでいかんぜ。図星か。俺が今まで何百本割れたバットを見てきたと思ってんだよ。落としたくらいであんな割り方するはずないんだよ。鳥山さんにわざと破損させて弁償させた上に自分たちでお宝バットをせしめようって悪巧みでもしてたんじゃないの。そこまで見当ついとるんだったらなあ、いい消してる。あれ、名古屋組に勝ち込みさせるんじゃないの。これくせえわクソダケ。お宮の悲鳴でほっぺのうずき癒してもらおうか。後悔させたるわ。Are you for real?Hey!
If we had done that with any of the other playable characters, I would have cried foul. Were we just, like, supposed to wail at him for our infinite use weapon? And there's Tatsuya. So, time to do the editing snip snip here and meet you guys back after I do his side stuff.
呆れだ。見逃してくれ。
兄さん、ちょっと。ほら。待てって。逃げんな。逃がさねえし。待てよ。すいません。Suck. It's just, there's just, oh, you're gay jokes. That's insane. The raps weren't all that good.
さんだわ。見逃したるで。いらっしゃい。ありがとうな。いらっしゃい。ありがたやね。Man, that's like really, really. It's also very skilled play. お、そこのあんた、タケが。このお兄さん、いらっしゃいませ。ありがとうございました。
や。このお店ですか。それじゃあ早速。おいしいね、これ。待ってるよ。いや。へえ、おいしそう。素晴らしい。へえ、いただきます。おいしい。いらっしゃい。ありがたいね。いらっしゃい。ありがとうね。All right, we are back. Everyone, I just completed the Kinichiro Tourism side quest, which gave me a cool 20,000 yen. And I completed the Tatsuya side quest, which gave me my second health bar and all the associated buffs with it. I've also taken the Boozer's Lore ability, which increases Shinada's attack power when drunk. Because I kind of have to when, you know, I don't have any other ways to increase attack power right now. So we're just going to head home. Who is that, Hunter? Kinichiro de aru otoku o sagashite.
牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な禁煙に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男、一見この町に溶け込んで暮らしている。誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去。心当たりが。知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだ。元名古屋ワイバーンズ背番号40品田達夫。Well, you become a famous baseball player, eventually someone will be able to recognize you. Doesn't matter why. お前が15年前に全てを失うことになった。9回裏のサヨナラホームラン。その真相を。A walk-off home run? 、what that guy's deal is next time. Thank you guys for watching. If you like this video, leave a like and subscribe, and I'll see you all next time.